とことんやり込む。どうも、なおちんです。さあ、今日もゼルダ無双をやっていきます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はね、動詞水虚子や、これのね、使い方について話したいと思います。まあ、水虚子やかなりの強キャラなんで、誰でも使いやすいと思うので、早速やっていきましょう。それでは行きましょう。まず水虚子やだけども、基本チャージ6だね。 YYYYYX で攻撃するといいと思う。このトゲ鉄球が出る技だね。あれを使うと一気に、刻印が全部溜まるのよ。水虚子やの ZR の攻撃のね、それに必要な刻印が一気に6個溜まるので超お得で、さらにあのチャージ6の攻撃の最初の出始めに敵必ずひるむのよ。ひるみを作ることができるので、ゲージを飛ばすことも簡単。どのキャラクターよりも簡単かもしれない。で、そして、雑魚敵はね、さっきの刻印が簡単に溜まるので、このハンマーでね、ガシガシ叩いてやると、まあ強いやつだとしても2発で倒せる。で、むしろこのね、回避の時の分身が爆発するから、敵の周りをぐるぐる回ってるだけでも、ゲージを飛ばすことも結構簡単にできるのよ。超おすすめのキャラクターだね。はい、これがね、チャージ6の爆弾トゲ鉄球を飛ばすんだけども、あれがね、広範囲でさらにひるみまで発生させて、でゲージも飛ばすのも簡単っていうことで、すごくおすすめ。まあ、このね、ガーディアンとかもこのトゲ鉄球を出してしまえば一発目でひるむので、すぐにね、ゲージを飛ばせます。まあ、どの敵でもそうだね。ライネルとかでもすぐ飛ばせるからいい。まあ、トゲ鉄球で刻印を貯めて、で、そして雑魚敵をこのハンマーで倒していく。うん。で、ネームの敵も基本チャージ6のこれだけで OK です。超簡単だよね。他にもチャージ2とかで電気をね、走らせる丸い玉をね、出すこともできるんだよね。あれは周りに鉄製のね、箱があるとかなり使えるので、そういう時に使ってみるといいかもしれない。うん、OKOK、いったいった。しゃあ、で、水虚子やの刻印、これはね、攻撃速度一択でいい。攻撃速度一択、それがあると敵をひるませやすくなるからめちゃくちゃいい。で、このね、2対1、3対1もよしよし、水虚子やは超得意。トゲ鉄球の範囲がやばいから、もう一気に2、3体ゲージを飛ばせるんで、めちゃくちゃいいよ。うん、基本チャージ6とハンマーだけかな。まあ、あとは回避をぼちぼちしてれば、回避だけでも敵のガード削れるんで、うん、そのぐらいでいい。他の攻撃は基本なくてもいいかな。まあ、鉄の箱があった時はチャージ2のね、電気を発する弾、あれを出してもいいですね。もうちょっとガーディアンいたかな？いないか。ちょっとここに鉄の箱があればいいけど、鉄箱はないっぽいね。ドン。はい。このハンマーも、本当に、広範囲。これ、範囲入れてないからね。刻印で。範囲を入れずとも、むちゃくちゃな範囲をぶっ叩くので、めちゃくちゃおすすめ。で、ここも、倒していこう。あ、そうそう。で、これでね、たまにこの音を聞きたくなるよね。でででででででってこう、音聞きたくなるけども、あれ、ちゃんとね、使
使い道があって、ちょっと待ってね。いけ。あはは、ちょっと待って、乗っちゃった。乗っちゃった。ガードになるのよ。レーザーとかを、あれで防ぐことができるので、まあ、ガードに、いい感じでね、タイミングが合えば、あれを出せばいいと思う。まあ、たまに出したくなるよね。あの音を聞きたくなるよね。俺もなる。なんで、まあ、あれもたまに使いつつ、あとはトゲ鉄球で、バンバン転がしていくと。うん。で、それで溜まった刻印で、ハンマーでガシガシとぶったたいていくということだね。まあ、他のキャラクターよりも、やることが少ない分、覚えるのは簡単。誰でも簡単に使えるキャラクター、水巨子や。うん。同士、まあ言うたら先生だね。先生はだいぶ強いです。ほらほら、一気に部屋の雑魚を飛ばせる。はい。で、これで、あ、めちゃくちゃ簡単にいけたな。めちゃくちゃ簡単にいけた。まあ、難易度はイージーなんで、これぐらいでしょう。でも、ハードとか、もう一個上とかになっても、全然、余裕で飛ばしていけるから。まあ今、武器がね、これ、レベル30の一番強いやつしてるけども、レベル20ぐらいの武器でも、だいたいこういう感じできてるんで、大丈夫。まあまあ、レベル30までもね、まあ集中的にやれば2時間ぐらいで上がるだろうから、余裕だよ。まあ2時間かからない時もあるね。ドロップ次第で。はい。もうちょっとで終わりかな。あ、終わった。ウィズローブ嫌い。でも、ハンマーじゃない。この、焦げて球で、ぶっ飛ばす。で、刻印を貯めて、ハンマーで周りを、ぶったたいていく。あれ？あ、ここじゃなかった。ここじゃなかった。違う。あ、そうかそうか。これ下か。下のところだね。こういう段差のあるところでも、ハンマーで一掃していく。で、ここであれか、中央の、あの、礼拝堂みたいなところで、よし、オッケー、ライネルだね。攻撃速度アップを入れてると、今みたいに敵の攻撃をね、させる前に潰すことができるので、攻撃速度アップは必ず、入れてくださいね。めちゃくちゃおすすめ。まあほとんどのキャラクターはもう攻撃速度アップ一択でいいよ。うん、間違いない。おっと、ちょっとやってやって。次はやる。はい、飛ばした。あ、そうか、必殺技もね、なんかもうたまりやすいです。水巨子はハンマーで敵雑魚をね、めちゃくちゃな数倒していけるんで、必殺技が溜まる速さは、まあ、全キャラ中、トップクラスに速いので、まあ、必殺技、めちゃくちゃ打てるっていうのも、こいつの先生のね、強さではあるよね。はい、クリアです。どんくらいかな？そこそこ早くクリアしたかと思うんだけども、まあ、これが、水巨子や先生の大体の使い方です。こんな感じでいいんじゃないかな？はい。ということで今日は同志水巨子屋先生の使い方やってみました。まあ、基本チャージ6だね。チャージ6のトゲ鉄球。あれをね、出していけば間違いないです。敵が攻撃してる途中でもね、あれでひるませてガード削れるので、あの攻撃はめちゃくちゃ強い。で、それを活かすために攻撃速度だね。攻撃速度を入れて、あのチャージ6のトゲ鉄球の発生を早くするといいです。あとはね、雑魚をハンマーでぶったたいていって必殺技を貯めて打ちまくる。まあそういう使い方でいいかと思います。ではね、他のキャラクターの使い方もやってるのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。